歌手復帰の氷川きよし紅白本命史、か幅広い層に支持され、危険的視聴率救う可能性。今年の NHK 紅白歌合戦に、歌手の氷川きよし47の出場が本命視されているという。2022年の紅白を最後に休養に入り、今年8月17日に歌手活動への復帰を果たした。コンサートツアーも順調となれば、 当然年末の国民的な番組も視野に入ってくるだろう。いよいよ紅白にも帰ってくるのか。写真、氷川きよしがラスト紅白でド派手ステージ、また必ず帰ってきます。休養前最後となった22年の紅白。巨大なフェニックスに乗り、全身金ラメのド派手衣装で登場した氷川は、限界突破かけるサバイバーを熱唱した。そして、 ありがとうございました。また、必ず帰ってきます、と復帰を約束したのだった。あれから約1年8ヶ月。東京、有明の東京ガーデンシアターで、約6500人のファンの大歓声に迎えられた氷川は復帰を果たした。ある音楽関係者の話。デビュー曲である、箱根八里の半次郎や、白雲の城。 といったヒット曲などの演歌も途中入れ込みながら、ポップスやシャンソンといった曲も交えてのコンサートでした。休養前には、演歌は歌いたくないと話していましたが、ファンのためにも演歌もポップスも、どちらの曲も歌える歌手として、新たなスタートを切ったと言えるでしょう。この復帰を喜んだのはアンだけではない。紅白スタッフも興味深踊り字だという。 ある芸能プロ関係者は、氷川が復帰するという一報が出た段階で、紅白スタッフは色めき立ったそうです。昨年の紅白の視聴率は第2部がワースト記録更新の31.9%。このままいけば今年は30%割れすらあり得ます。そういう危険的状況を変えてくれる可能性がある一人が氷川です。 何と言っても若い人からお年寄りまで幅広い層からの支持があり、紅白復帰はインパクトがある。復帰段階で紅白内定と言われていました。実際、一部メディアでは今回のライブ会場に NHK 関係者が来場していたという報道もある。もちろん出場するからには一曲だけで終わりそうにない。 局内では白組とかではなく記号特別枠記号という形での出演が検討されているようです。ポップスも演歌も歌ってもらい、紅白を盛り上げてもらいたいというところでしょう。と同関係者は言う。当然、氷川も紅白復帰は可能性の一つとして想定しているに違いない。23年連続で出場した思い入れは強い。 何より休養前の紅白で必ず帰ってきますと約束していますからね。どう氷川が紅白に復帰すれば大きな話題になりそうだ。視聴率は関東地区ビデオリサーチ調べ。